社用館2階、通称、社用の間の襖にある、社用の文字2階応接室、太宰治記念館、社用館は、青森県五所川原市にある小説家、太宰治の聖火。現在は、五所川原市、太宰治記念館、社用館として、五所川原市立の施設となっている。また、近代和風住宅の代表例として2004年国の重要文化財に指定されている。 建物は1907年に、太宰の父で衆議院議員であった津島源右門によって建てられたもの。当時の住所は青森県北津軽郡金木村。太宰が中学進学に伴い1923年に青森市へ転居するまでこの家で暮らした。東京へ出た後、共産党の非合法活動に協力したり、何度か心中を繰り返したため郷里から感動された。 関係を許されてこの家に戻ることが許されたのは1942年に、ダザイの母種が亡くなった後である。その後1945年、ダザイは、戦況悪化に伴い祭祀を連れて疎開。翌年までこの地に留まり、分泌活動を続ける。小説、思い出や、津軽等にはダザイがこの家に対して抱いたイメージが記されている。ダザイの死後1950年に、 津島家はこの家を売却。町内の旅館経営者が買収し、太宰治文学記念館を併設した旅館として改装され、太宰の小説、社用から、社用館と命名された。1950年から営業を始めた、旅館、社用館は、太宰ファンが多く宿泊に訪れており、中には、喫茶店も併設されていた。また文学記念館は宿泊者以外にも公開され、 多くの多財ファンで賑わった。しかし、1988年頃から宿泊客が減少し、さらに1990年に所得税の申告漏れにより1億円余りの追徴課税を受けたため経営が悪化。これにより経営者が手放す旨を発表した。これに対して、1996年金木町は経営者から社用館を買い取り、 朝英の文学記念館として再出発することになった。旅館は1996年4月7日に廃業し、1998年、名称が現在の太宰治記念館、社用館と改められて改装をオープンした。新しく改装された社用館では、従来のような宿泊はできなくなったものの太宰の文学資料、また、 昭和初期の大地主であった津島家の貴重な資料を展示する資料館として多くの観光客、多宰ファンが訪れている。当館は木造2階建てで青森県産材である火場をふんだんに使用し、開花11室278坪、2階八室116坪、付属建物や潜水を廃した庭園など合わせて、宅地約680坪の規模を有する。 大地主の豪邸である。外観は和風住宅であり、間取りも大規模ではあるものの津軽地方の町屋の間取りを踏襲したものとなっているが、内部には洋風の旧銀行店舗部分や階段室、応接間等があり、また屋根構造は和小屋組ではなく、トラス構造となっているなど、和洋折衷建築となっている。向かいに青森銀行金木支店があるが、 偶然向かい合っているのではなく、明治時代に、津島家が営んでいた金木銀行が、青森銀行に引き継がれているからである。社用館は、明治時代の地方の銀行建築でもあり、母屋をはじめ文庫像、中の倉、米蔵等の大型の銅像や敷地周囲の長大な、レンガ塀といった屋敷構え全体がほぼ当時のまま、保存されている。小説家、 太宰治の成果としての記念的建造物であると、共に近代和風建築や王子主の屋敷構えの貴重な遺構となっており、付属建物や土地を含めて国の重要文化財に指定されている。なお、建築工事の依頼を受けたのは、広崎市を中心に近代建築を構成に残している堀江先地で、設計も先地によると思われるが、本人は、 完成を見ることなく,なくなくなっており、棟梁を読む男の斎藤伊三郎が勤めて完成させた。重要文化財主屋は西を正面とし、西面南寄りに入りも屋屋根の玄関がある。玄関の左手には店、右手には事務室があり、店の奥には和室がある。玄関を抜けた先は居住空間で、南側を幅の広い通りには都市、北側は 東西三室、前後二列の、軽六室を設ける。室名は、前列が、西から、前座敷茶の間、常衣、後列が、西から、二間、小座式、駒となる。これらの室の東側は広い、板の間とする。板の間は天井を張らず、トラスの小屋組を見せる。土間の南、建物の東南側の室は現在は休憩室となっているが、当初は、 女中部屋で、その後炊事場となっていた。玄関脇の階段を上った2階は、洋間の応接室のほか、和室7室を設ける。母屋の東に中の倉、その東に米蔵母屋の北に文庫像が建つ。津島家住宅は、津軽地方の伝統的な町屋の形式を踏襲しつつ、店、応接室などに洋風衣装を取り入れている。 当住宅は、著名作家の成果であるとともに、大規模で質の高い邸宅建築で、蔵、レンガ塀、庭園などを含む屋敷構えが良好に保存されている、ことから、文化財としての価値も高い。ABCDEFGH、社用館が営業終了、打彩ファンラーが別れをしむ、交通新聞交通新聞社、1996年4月9日、4面。 五所川原市、太宰治記念館、社用館設置条例2005年3月28日に、北津軽郡金木町及び市浦村は、五所川原市と合併して、五所川原市となった。新指定の文化財、月間文化財495第一放棄 2004pp20 から23マドリート明については、太宰ミュージアムによった。社用館では、 一部失明故障が異なっている。ありがとうございます。